スターステイル山陽を名乗る詐欺事件が発生しましたので、ちょっと緊急で動画を撮っております。どういうことかと言いますとですね、先ほどですね、連絡の方をいただきまして、とある方からですね、YouTube、されている方なんですけど、メールの方をいただきました。メールの方はですね、ポンと飛んできましてですね、こんな、本部できました、撮影は自由ですが、コラボなどについては当方では関係いたしませんと、いうメールが来ました。なんじゃと、いうふうになったわけでございますね。これどういうことかというと、うち今ちょっと仕事が忙しくてっていうのもありましてですね、全然そのコラボとかそういったところがね、ちょっと動けてないよっていう話は、したことがあるかと思います。放送の中でも よくしてますけどね。で、今後もね、ちょっとまだ相当仕事と、9月上旬まではね、忙しくなりそうなんでね、一切そういった、ところの動きに関してはすいません、ちょっと、できませんよっていう感じでね、動いてるんですけど、なぜかですね、急に、ちょっととある YouTuber さんから、うちよりも登録者数全然多いところの方なんですけど、急にポンとこんなメールが来たわけですね。何が問題かというと、そもそも私はコラボ以来のメールを送ってないんですよね。なのに急にメールがピョンと飛んできまして、なんか撮影は自由ですがコラボなどについては当方では関係いたしませんと来たわけです。ちょっと待って、そもなんだなんだなんだと、いうことでですね、調べていたら、どうもこの YouTuber さんが、主催でなのかな、ちょっとイベントをやりますよと、いうことですね。で、なぜか、スターステールの、山田と名乗る男が、問い合わせをしてですね、コラボしましょうよといった感じの問い合わせをしたと。で、それに対するお返事っていうことなんですけど、そもそもそんなメールを送ってないですよということで、これどういうことやと、いうことでですね、ちょっと調べてみました。そしたらですね、詐欺事件が発覚したということなんで、ちょっと注意喚起を含めて、あと、ちょっと内容とね、説明をしておこうと思います。で、まあ、一応、うちからもね、お問い合わせありがとうございます。で、いうことで、とりあえずちょっと、送ったんですけど、で、そういったメールを送った、あれはないんですけど、っていうことを言ったんですけど、こういった感じで届いてましたよ、ということで、実際にその、やつを送っていただきました。それがですね、こんな画像になっております。画像の方は付けときますけど、確かに、スターステイル山城というハンドルネーム、もうこれもそのまま YouTube のやつ貼り付けとるだけですけどね。で、メール、で、スターステイルプレゼンツって言って、これはうちが公開で使ってるやつですね。応募フォーム、今もね、一応コラボ依頼とかそういったのは、メール情報は公開してますんで、ホームページ及びその概要欄のところとかに貼ってありますけどね。で、まあ、YouTube の、Twitter のアカウントも、アットマーク山城ってなってるんで、うちのアカウントっていうことで、まあ、そこまでも調べてるっていうことなんで、これは、まあ、ある程度、機械で自動的にやってるんじゃないなっていうのは、この辺り分かったりするんですけど、で、当日の、動画撮影希望ってこと、その、なんかイベントがあるってことで、それの、当日の動画撮影で、YouTuber が参加するのであれば、コラボも希望というふうにね、書いて、送ってたらしいんです。ですから、そのイベントに他に YouTuber が来るんだったら、その人ともクラブをしたいというふうにね、私が言ってると、いうふうになってるわけでございますね。で、これ、ですね、まず、言っとかないといけないのは、このような事実は一切ございません。今、うちのところではそういった、コラボ依頼とかそういうのはやってませんし、そういったメールフォームを使って、送ったりしていることもありません。今まで、始めてから、スターステール、このアカウントの、名義で、そういったコラボ依頼とか、いうのをメールフォーム使って、やったことはありません。で、これ、多分動画にはしてないから、生放送の中では、チラリチラリと言ったことがあると思うんですけど、実は同じ手口で、うちのメールフォームに、大量の、自称 YouTuber のメールを、送りつけてきた、方が、容疑者がいます。で、手口が全く一緒なんで、同じ人物じゃないかなと思って私はちょっと探り当ててるんですが、ここに関しては、正式なね、ところがないんですけど、ちょっとそっちのメール情報は、出せないので、簡単に説明しておくと、60通ぐらいだったかな、ある時メールフォーム。うちのところもそのホームページにメールフォームを設けておいて、それで、その査定、ね、
厨房の方とか、ぜひ連絡してくださいっていうので、メールフォームだとね、その場で簡単に入力ができるんで、間口広げるためにね、うちもメールフォームっていうのを設定していたんですよ。ところがですね、メールフォームってどうしてもその、リスクというか、弱点が一つあって、本人以外でもメールアドレス、だから、その公開されてるね、その、お仕事依頼はこちらとかって言って、結構メールとか、結構でかい YouTuber さんとかだったらね、公開してるじゃないですか。でかくなくても結構、直接お仕事欲しいんで、ここのメールに送ってくださいとかって、してるね、コラボ依頼の方、こちらにどうぞとかって、いうので、E メールアドレスをね、取ってる方は多いんですよね。そうすると、そのアドレスと、その、チャンネル名とか、ね、チャンネルのメンバー名とか、さえ分かっておれば、全然嘘ついてね、申し込みすることができちゃうんですよ。これは、メールフォームを作った時点で、うちもそのリスクは、知っていたんで、メールがね、ファーッと届いた時に、となったんですけど、ちょっと何件かだけ、ね、返してしまって、まあそれでちょっとトラブルになって、そんな送ってもないやつなのになんでそんな送ってね、送ってくるっていうのは、どういうことやってるんで、まあ一応同じようにやり取りをやってたんですけど、やはりね、ちょっと場合によっては、いや、そういうふうな、要は、そのメールフォームで間違えて送られてきちゃいましたよっていう体で、でっかいところに近づこうとしてるだけやないか、あんたが、こっちがしゃ、こいつがね、この、山田が、いわゆる二重詐欺ですよね。いわゆる詐欺をされたという詐欺を、を予想、詐欺をされたという、詐欺をして、その、大手さんとかに、コンタクトを取ろうとしてる、しらしゃぶってね、してるんじゃないかっていうような、話にもなってるんですわ。っていうのもあって、まあ、正直言います。鉄道系のところのオーケストラさんでそういったことになったんで、もう今後鉄道系と多分絡めることはないんですよ。こういうことがあるとね。っていうことで。まあ、うちのところもそれでメールフォーム。実は二郎さんのところとかね、その四日市のその、バーのところとか、ファミマ食堂さんはまた別のところだったかな、Facebook だったかな、だったんですけど、っていう感じで、実はその、お仕事、その、お話をいただいてね、実際にそれで撮影とかもさせてもらえれた、こともあったんで、結構有効かなと思ってたんで、残してたんですけど、実際そういった、ね、ので、トラブルが発生してしまったんで、うちのところはメールフォームももう今閉鎖してます。だ閉鎖した後も、多分そのフォーマットのところを残してあったんでしょうね。ちょっと、タイムラグを置いて、送信してきてたんで、あ、これもうわざとやっとるなっていうのがわかるんですよね。普通にホームページ開いたらできない状態からもう送ってきとったんで、ああ、そういうことかというふうにわかります。まあ他にもちょっといくとかあったんですけど、ほぼほぼ同一人物っていうふうに、こっちの方は、その何十通も送りつけてきたの方は、まあこれは自分のサーバーの方に来てるんで、そうするとある程度解析ができるんで、わかるんですよ。正直ね。多少ね。いくつか見分け方があります。うちも、そこまでズブの素人じゃないんで、ずっともプロっていうほど詳しくもないですけどね、簡単なプログラミングがちょっと打てるかなっていうぐらいなんでね。ただ、それでも、分かるような感じでやってきました。まあそこまでですから、高度なテクニックは使ってません。結構アナログなパターンですよね。いろんなその YouTuber さんとメールアドレス、を、引っ張ってきて、それをペチペチベタッとコピー&ペーストして、ある時にね、一斉に送信をかけるというような感じですよね。で、同じようなことで、同じ手口をここで回もこれメールフォームでやってるんですよね。で、うちのところは閉鎖したんで、当然もうメールフォームから送られてくることはないんですけど、実はね、メールアドレスから直接送ってもらったら大丈夫なんですよ。そうすると、その送信者のメールアドレスになるんで、自動的にね、絶対そのアドレスになるんで、まあ、これも、実は、加工する手段はあるんですよ。加工するためには、そもそも自分がそのアカウントを持ってないと加工はできないので、送信者だけはどうしてもね、変えることができないし、万が一それで加工してね、無理やり加工してね、別人を装って送った場合には、もうそのアカウント名、その、送り元のメールアドレス名からもう一発で摘発できちゃうんで、そこら辺は多分リスクとして、この、やってる人も、感知してるだろうということですね。実際、うちのところもそのメールフォームなくしてから来てません。ので、で、今回はその、イベントやるのに、そのメールフォームどうも解説してたみたいなんです。で、そこのところに、こんな感じで、送りつけてきたよと。
いうことでございますね。ですので、前回とちょっと立場が、真逆になってます。私の名前を勝手に使って、前は私のサーバーのところに、別人の名義で、こうやってきとったんで、被害者、まあ、うちも被害者なんですけど、それで時間取られてますし、もうこれで筒時計 YouTuber さんとのもうコラボはもう、多分金輪際できなくなっちゃいました。もう多分、あっち業界できんですよ。ね、もう信用失墜されしてやってますからね。どういう意図でね、やってるかわかりませんけど、こっちの方までそれ信用失墜になってる、状態ですから、まあ、十分こっちも被害を被ってると言えるんですけど、あくまで私の名前じゃなくて別の人の名前やってるんで、訴えるのは向こう側なんですよね。私の名前を勝手に使われました。で、勝手にこんなようなことを言われましたっていうふうになるんで、打てるのは向こう側なんです。なんで、その向こう側さんの方が、今どういう対応してるのかは私は感知してませんし、毎日それで警察とかね、なったら、ちなみにこれ、民事じゃなくて刑事になりますからね。そこのところ分かってるのかなって、わかりますけど。本人もしかしたらこれ、これやってるね、犯人がね、見てるんでしたら、これちょっとはっきりと言っときますけど、これ詐称と思ってやってるのかなって、いうふうなところがあります。要はいたずらレベル。いや、自分の身分を偽って、ちょっと、わーって言ってますよっていうだけだと。まあ、氏名を書いてる。まあ、詐称と言えなくもない。というか、詐称は詐称なんですよ。ただ、それによって、詐称をしたことによって、特に名前を変えてね、別人を名乗って、別人のメールアカウント等を使って、それで、実際にコラボ依頼しました。これがもしかしたらね、これ返信くれたからよかったでしょ。あ、そうなんだ、こんな感じで、当日やってくれるんだなと思って、当日を迎えて、それの準備してくれとったら、相手に実害被るじゃないですか。今回も、それでなくても、このやりとりやってるだけで、正直今、このくっそ忙しい時に、これで時間取られたんで、私の睡眠時間削られたりとかしてるわけですよ。それで仕事に影響があったり、ね、したら、完全に私がもう間接的に被害を被る形になります。というか、もう私の名前と変わられて、そういうふうにして時間を奪われているんで、挙句の果てにそれで信用失墜行為につながっているっていうことなんで、これはもう私に実害が出ています。そうすると、これは詐称じゃなくて詐欺なんですよ。詐欺は刑事罰ですからね。警察動きますからね。そこのところは把握しておいてほしいなと思いますけどね。で、これに関しては、注意喚起としては、そのメールフォームを使ったやり方になってます。で、先も言いました、メールアドレスの場合だったら、アドレス元から、送信者っていうので、わかりますし、まあ、転送とかで偽装とかっていうのも多少できたりするんですけど、一応 G メールは、それの対策をしてるはずですし、でもできなくはないのかな、っていうのはあるんですけど、今のところの被害としては、そのメールフォームを使って、私はこのアドレスの〇〇というものですっていうふうに詐称をしているというわけですね。その詐称行為によって実際にこういった実害が出てるんで、これはその詐欺事件になっていますと、いうことで、まあ詐欺案件ですね。事件っていうと私が、ま、もう提訴したという形になりますけど、まあ、今後も続く、これ一件だけだと正直刑事告訴をするって言っても多分立件難しいんですよ。ってなるんで、その前の方のやつとのリンクがあるんじゃないかっていう疑いはあるんで、それでかけたいところではあるんですけど、これだけだと正直証拠不十分になるし、これ向こう側の相手さん、その前の方の60件送ってるとはね、それぞれがバラバラのところの案件のやつなんで、今回とこれで結びつけてるだけだと弱いんですわ。ですので、またこういうのが出てきた場合ですね、複数回、発覚し、した場合、2回ですから、もう1回ですね、確定できたら、このように複数に送ってる。その場合には、まだ他のところにも送ってるんじゃないかっていう、サイレントクレームっていうやつですけど、つながっている恐れがあるので、これは、動きます。動きますよ。悪いですけどね。どういう意図でね、この奥田派にやってるのか分かりませんけど、もうこれの時点で、うちは、その2件出た時点でね、もう1件出てきた時点で、出しますし、その時にはこういったサーバーのやつもありまして、そのデータ全部取ってありますんで、全部出して、そしたら警察だったら、サーバーの管理者の方ですね。に、問い合わせをして、どこの誰々が送ったやつか、これ IP の割り当てすぐにわかりますんで、
出してもらったら、全部同一人物やって、まあ、特定できるか分かりませんけど、相手がどれぐらい工作をしているのか分かりませんから、私もね。ただ、ある程度読める段階で、一緒の人物だろうなっていうのは読めるんですね。まあ、ただ、どうして読めるのかはここでは言いませんよ。相手の、その犯人の、証拠隠滅につながるといけませんので、あ、それは、まだ攻撃してきたときには、警察さんには情報提供してね、やっていこうかなと思ってます。ということで、ちょっとすいません。一般の皆さんにはね、それからメールフォームとかで、なんか、うちのところを名乗ってるよとか、いうようなんで、なんか、問題とかありましたら、またちょっと、こっちにも連絡、このチャンネルのところにもね、送ってほしいですし、今のところそういったので、送ったりしてるのは一切ございませんし、こういうことがあったんで、今後しばらくそういったのを使えなくなります。ですから、この活動に制限かかっております。完全な実害を被っておりますので、そこのところね、ちょっとすいません。ですので、そういった、もし問い合わせが来たら、メールフォーム使って来た場合には、まあ、一応メールフォームのそのメールの方送ってもらったら、うちのところでね、いや違いますよっていうふうな話は、しますし、そのちょっと情報提供いただければと思います。で、いつかそういったコラボ依頼等は、そのメールフォームで書きたりすることはもうできないよ。こんなことになったらできないんで、やりませんので、全部、偽物だと思っておいてください。これもメンバー、他のメンバーも、まあ、そんな送ったりとかするような、積極的に動いてるメンバーいないんで、送ることないと思いますし、まあ、一応通達はしてますんで、うちのメンバーにもね。そのあたり、スタッフステイルおよび山上からそういったのを、送ることは、基本的にありません。基本的にというかありません。もう、できないっす。ね。ですので、そういうのがあったら、もうちょっと偽物やと思っておいてください。メールフォームの場合はね、本当に思っておいてくださいということですね。で、奥さんね、第三者の方ね、の方でそういった情報とかね、入っていったら、またちょっとうちの方に、Twitter の DM とかでもいいんで、送ってもらったら、全然、それで、こっちのデータ集めて、立件するときのね、ソースにさせてもらいますんで、よろしくお願いいたしますということですね。で、やった犯人は、どういうね、意図でやってるのか分かりませんけど、きっとね、こういった場合にはね、大体ね、立件とかされてもね、私はこの人のことを思って、ね、そうやって動けないでいる山田さんを見てね、かわいそうだから、ね、私が代わりにね、名乗って、出してあげることによって、それによってコンタクトが生まれたら、ほら、結果的に皆さんハッピーじゃないですか。みたいに、だから私は結果的にいいことしてるんですよっていうふうに思ってるんだったら大勘違いですし、ただの詐欺行為、詐称じゃなくて詐欺ですからね、刑事事件に発展する案件ですから、ねというのをしっかりと頭に入れておいてほしいなと思いますと。以上でございます。まあ、ちょっと皆さんもね、気をつけてほしいですし、この辺りのことね、ちょっといたずら気分でね、やってしまうと、実はこういうふうに結構大きい話になりますよっていうのは、ちょっと皆さんもね、覚えておいていただいたらいいのかなと思いますということで、ちょっとすいません、寝起きからもうすっごい頭に火昇ってね、まあ、おしっこ火飲みながらね、この後まだちょっと用事があるんで、出かけなきゃいけないんで大変なんですけど、という、それぐらいで。本当、取って出しになるんでね、申し訳ないですけど、そういう感じでちょっと気をつけていただければと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。